皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はこちら、T-Rex のエフェクトボードを、皆様にご紹介させていただこうかなと思います。エフェクトボードというか、T-Rex のエフェクターをご紹介という感じですかね。なんでこんな流れになったかというと、菊谷さんという会社さんがいらっしゃるんですが、その会社の営業さんからちょこっと連絡がありまして、T-Rex のエフェクトボードを貸してあげるけども、貸してあげたら遊んでみるみたいな感じで言われたので、貸してもらえるなら遊びたいみたいな感じで貸していただくに至りました。で、ちょっとね、この動画で紹介とかもしてみたら面白いかなと思いましたので、ちょっくら動画でも紹介してみようかなと思います。なかなかこうね、T-Rex のエフェクトをバババッと並べて鳴らす機会ってなかなかないので、よかったら参考にしてみてくださいませ。画面ドンズバババババンという感じで、たくさんエフェクターがありますが、ちょっくらそれぞれ。お話をさせていただきながら鳴らしてみようかなと。そして、いつも通り試奏するギターはこちら。ビル・ロレンスの BL-1 という、ね、こんな、ね、癖の強いギターで試奏していいのかなと毎回思うんですけれども、このギターを使っていきます。で、アンプの方は、マーシャルとかその癖の強いアンプを使うとちょっとあれかなと思ったので、ローランドのジャズコーラスを使うことにします。こちらから、ちょっと小さく鳴らして。鳴らしててみようかなと。ちょっとこの僕のしゃべり声との兼ね合いであんまり大きな音は出せないんですけれども、よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまず、この端っこ、これ、このディバと呼ぶのかな。このエフェクターからいってみましょうか。これ、ドライブって書いてあるんですけれども、基本的なオーバードライブだと思っていただければ問題ないかと思います。とりあえずポチッとオンにする前に音を鳴らすとこんな感じ。こんな感じです。オンにしてみます。オン。こんな感じの音です。軽いこうクランチみたいな感じですよね。ゲイン、一応真ん中になっているんですけども、そんなに強く歪んでない感じです。ゲイン、ミックス、トーン、レベルという感じですね。で、このエフェクターの面白いところとしては、このミックスというつまみだと思います。このミックスというつまみをこっち側に振り切ると、その音を加工していない状態、その加工していないギターがそのまま出ているという状態になるんですけれども、逆にこっち側にすると、この加工している音 100% という音になるんですよ。つまり、このミックスを真ん中にすると、加工している音と加工していない音が半々で出ているという状態になるわけなんです。これ、どういうメリットがあるかというと、エフェクトをオン・オフにしたときに、この音質の変化があまりないから、すごいこうスムーズにこの歪みを加えることができるんですよ。ちょっとオフにしてみますと、こんな感じ。歪みエフェクターを使っている中でこう、ね、オンにした瞬間にその、ね、音質がこう急にガッと変わってなんかこう、うわ、使いづらってなったことがあるかと思うんですけれども、このエフェクターに関してはこのミックスつまみのおかげでそういったことがないかなという感じですね。これは非常に普段使いに、すごく良いエフェクターかなという感じです。ちょっとゲインをマックスにしてみましょうか。ゲインマックスにしてもそんなに歪まないです。でさっきも言ったとおりその音質の変化みたいな。あんまりなくて、なんか本当にそのままそのギターの音に本当に歪みだけが加わったって感じの印象でございます。鳴らしてみましょう。ほほい。
こんな感じの音でございます。これ今、ゲインマックスなんですけども、なんか思ったよりもそんな歪まないって感じですよね。なんで、本当にその普段使いのオーバードライブという感じがすごい、僕の中では、そういう印象がします。隣に行ってみますと、こちらはバルチャーと呼ぶんですかね。まあ、こちら本体にディストーションと書いてあるので、ディストーションのカテゴリーなんでしょう。とりあえずポチッと押してみると、歪みます。感じの音です。ちょっと歪みを強くしてみましょうか。結構真ん中ぐらいでも歪んでますよね。これをガーッと上げると、どうなるやら。わあ、めっちゃ歪んでるぜ。結構こうなんかいい感じのこの締まったディストーションって感じですよね。で、このディストーションは結構つまみがたくさんついておりまして、このゲインとレベルとトーンの横に、ローブーストとファットブーストというつまみがついております。これはまあローブーストそのままですよね。低音ブーストさせる、そのうわってこう、うわってやる。で、こっちのファットブーストもそのまあ音をなんか太く、ファッって感じにするってやつだと思うんですけども、ちょっとこう試しにローもファットもグッと上げてみますと、こんな感じ。ちょっとこのなんかモコモコする感じですよね。なんかこうシュッシュ、なんかあんまりこうスマートじゃない、あんまスマートじゃないけど。こんな感じの音なわけです。なので、この辺はまあちょっと適度に真ん中くらいが一番使いやすいんじゃないかなと思います。特別な使い方がない限り。で、このディストーションとなんかこのオーバードライブとこの合わせ技とかもするとね、なんかいきなりギャーって感じになって、すごいなんか面白い感じです。やってみましょう。単品だと、こんな感じですけれども、合わせ技すると、わーい！こんな感じの音になります。わお、すげえぜ。
で、こうまたね、こういたずら半分でこのディストーションとかをマックスにすると、またさらにこう。なんていう音になったりとかして、わあ、エキゾチック。という感じになったりとかします。こんな合わせ技もまたありという感じですね。で、これが、まあ、オーバードライブとディストーションという感じでした。で、この隣にあるこのオレンジのやつが、まあ、いわゆるそのブースターになるんですけれども、またこのブースターがですね、なかなかすごいんですよ。すごいんです。このブースター、マジ。半端ないです。このエフェクターの中で一番、この LED が眩しいです。すごい、この光量。ちょっと、わかりますか？この青さ。この、なんか、ここにこの顔があると、本当にもうすごい、この青がズバーンつってこう。これ今 iPhone でこれ撮ってるんですけれども、この青が強すぎて、すごいこのね、セッティングするのに大変だったぐらい、もうこの青がすごい。もうそのぐらいこの、LED のこのビカーンっていうのが半端ないです。これ多分使うとしたら、このシールとか貼って、少しこの、防がないと、本当に LED がすごい、なんかステージで、入ることになるので、ちょっと気をつけた方がいいなという感じです。ちょっとまあブースターとして使ってみましょう。LED の発光装置じゃなくて、普通にこの合わせ技で、ちょっとこの太くした状態からちょっとうっすらかけてみると、さらにゴム太になります。ちょっと聞いてみてください。こんな感じになります。これなんか生音というか、そのクリーントーンだとそんなに変化がないんですけれども。なんか歪ませた音を突っ込むと、なんかしないけど、すごいなんか音のこのゴム太さみたいなのがすごい変わってきて、なんか面白いなっていう感じですね。あと、やっぱすごい LED がめちゃくちゃ眩しいっていうのが、ちょっとそれは強く言っておきたいんですけども、LED がやばいのと、あと音が太くなるっていうこのブースターでございました。隣にあるのは、こちらは今度はこれオクターバーってやつですね。オクターバー。これは LED そんな強くないです。そこそこ光ってるように見えますけども、そんなに手のひらに、あ、でも映ってるか。あ、でもこれはこの光じゃないか。大丈夫ですね。これはやばいですね。これはやばい。これは大丈夫。これはオクターバーでございます。フィフスを加えるところと、フィフスを加えるとこんな感じ。で、あと1オクターブ上の音を加えるところ。で、1オクターブ下を加えるところ。こちらもミックスですね。音を加えて、加工してない状態の音を出すところと、こっち側に振り切ると、加工した音のみが出てくるという感じです。ちょっと遊んでみましょうか。オクターブと、オクターブ上とオクターブ下を適当に混ぜ合わせて。感じの面白い音色になります。これ結構なんか音ついてきてくれるのがそこそこ早いので、なんか早弾きとかしててもなんか割といける感じです。例えばこの。
ブルガリ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 飲むヨーグルトブルガリ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 。そんな感じで、そこそこ速いパッセージを弾いても結構ちゃんとついてきてくれるので、これがまた面白いところかなと。で、なんかこのね、複数の音とかもちゃんと拾ってきてくれるので、結構これはこれで、アコギとかに使ってみても面白いなという感じがしました。例えば、こう。こんな感じで、結構オクターブ、あんまり使う機会は僕はないんですけれども、なんかオクターブとかこういうの加工、なんかこうね、飛び道具的なの好きな人はなかなか要チェックなエフェクターかなという感じですね。ちょっと上段の方に行きましょうか。こちらコンプレッサーです。ちょっと正直僕はこのコンプレッサーの良し悪しが全くわからないので、なんかこう、うん、コンプだなっていう感じがするんですけども、まあこの音をこの圧縮してこうなんか、ね、メリハリをつけたり、もしくはその均一、逆にそのメリハリをなくしたりするようなエフェクターでございます。ちょっとこれ均一にしてます。あまりこう弾くとその音量の その変化はないかもしれないんですけれども、タッピングとかするときにその、ね、効果を発揮するんですよね。例えばこの、これオフの状態じゃないですか。オンにすると、あまり変化ないな。困ったな。オンにするとそこそこ。このタッピングの音が持ち上がる。こんな感じ。で、この状態で、その、なんて言うんでしょう、そのちっちゃい音とかもその持ち上げた状態で、こっち側でその歪みとかかましたりとかすると、ノイズはちょっとひどくなるんですけれども、なんかこう、タッププレイというか、なんていうか、いろんな、なんかこう、なんかこう。みたいなことができるようになります。そのタッピングとかでその、ね、音量ちっちゃい奏法になってしまうところをそのコンプレッサーで持ち上げてこうわっしょいという感じでなんかいい感じにすると、そういうことができます。あと、音をすごい潰しているので、うまく弾けてなくてもうまく弾けているように聞こえます。すごい適当にガシャガシャピッキングしてても。みたいな感じで、それっぽく演奏することができるというメリットがございます。これがコンプレッサーってやつでございますね。便利ですね、コンプレッサー。隣に行きましょう。こちらは普通にディレイですね。このディレイの面白いところが、そのタップがついているのは、これはまあ普通なんですけども。このタップしたテンポに合わせて、四分音符で。音を返すのか、それともこの沸点じゃないか、沸点8分か、沸点8分で返すのか、それとも3連で返すのかと、そういう細かい設定をすることができます。この機能はなかなか他のエフェクターにはないので、ちょっと面白いところだなという感じですね。ちょっとそれは無視して、適当に遊んでみましょうか。せっかくなので、いろんなエフェクターを使って。なんか僕の中でなんかこういう音色ってなんかこの、なんかこう、なんか小難しい顔しながら、なんかこう、音を飛ぶフレーズを弾く人みたいな感じがするんですよね。このたまにこうめっちゃ速く弾くんですよ。
そんな感じのエフェクターでございます。なんかこうリレーがかかるとなんかすごいこう、ね、フュージョンチックな感じになって面白いねって感じですね。で最後に、紹介しますのはこちらは、まあ、リバーブでございます。ここのスイッチで、ルームとスプリングとホールという3種類のリバーブが選べて、まあ、それぞれこのリバーブの質感が違うと。で、このもちろんそのリバーブ の, その、ね、長さとかディケイとか、まあ、ちょっといろいろこう細かいパラメータがあるんですけども、まあ、こういったものも選ぶことができると、もちろんこのパラメータを買ってあげると、まるで、東京ドームでギターを弾いているかのような、まあ、東京ドーム行ったことないかわからないですけども、なんかいろいろあるんですけども、ちょっと物理的に無理というので、まあ、そういうときも回ったりとかする感じですよ。まあ、こういうリバーブとかもあるよというね、T-Rex よろしくお願いしますということでございます。まあ、ちょっと僕のメーカーじゃないんですけども、T-Rex 面白いですよということです。で、ちょっと最後に紹介させていただくのはこちら、ワーペダルですね。ちょっとこのブーストとかスロープというこのつまみが何を意味するのかちょっと僕はよくわからないんですけれども、なんかこれをなんかやると音量が変わったりとか、そのなんか踏んだときの音色が変わったりとかするみたいです。ちょっとよくわからなかったです。ちょっと弾いてみるとこんな感じ。こんな感じのワウペダルという感じです。結構この踏み心地が軽くて、なんか割と踏みやすい感じですね。ただ、つま先側にちょっとでも踏み込むと、すぐこのスイッチのオンオフが効いてしまうので、ちょっとこの踏むとき要注意という感じですけれども、なかなか踏み心地としてもすごく良い感じで、
この音質としてもすごく面白い感じでございます。てなわけで、どうでしょう。ちょっとまあ、ね、長くなってしまいましたけれども、その T-Rex さんからお借りしたエフェクト、ワウ、ディバ、ダイバかな、バルチャーかな、カルバかな、ちょっとわかんないんですけども、まあ、ドライブ、ディストーション、ブースター、オクターバー、でコンプレッサー、あとディレイと、リバーブ。そんな感じでいろいろご紹介させていただきました。まあ、楽器屋さんでもし見かけることがありましたら、ね、ちょこちょこ実機を触ってみて、こんな音がするのか試してみていただければという感じでしょうか。じゃそんな感じでちょっといろいろとすごい雑な紹介になってしまいましたけれども、以上でございます。よかったら、実機試してみてくださいませ。それでは違う動画でお会いしましょう。さよなら。